トヨタの主力車種カローラスプリンターは1983年5月のフルモデルチェンジで FF となった。しかしその中で唯一スポーツモデルだけが例外的に FR を採用し続けた。これこそが AE86 型カローラレヴィスプリンタートレノ、いわゆる86である。86は最後のライトウェイト FR としてすぐさま人気を集めた。ボディは3ドアハッチバックと2ドアノッチバックの2種類。両者の違いは主にフロントマスクで、レヴィンが革命ライトだったのに対し、トレノはグリルなしでリトラクタブルライトを採用していた。搭載エンジンは新開発された 1.6 リットルの 4AGEU 型直列4気筒 DOHC。 DOHC のメリットを生かすためにエアフローメーターを取り払い、圧力センサーで燃料を算出する EFID を採用。さらに吸気ポートにトヨタバリアブルインダクションシステムを備えて、最高出力130馬力、最大トルク 15.2 キロを発生した。実際に走らせてみると動力性能は群を抜くほどではなかったが、軽快なエンジンの吹け上がりと鋭いレスポンスが抜群に気持ちいい。操縦安定性も決して限界が高いとは言えないが、逆にそれを利用して姿勢を自由自在にコントロールすることが可能だった。 FR ならではの車との一体感が存分に体感できたのである。同時期に同じようなスペックを持つライバルは存在したが、86は走りの楽しさ、気持ちよさで大勢の車好きに愛された。その後性能の高さを誇る日本車は多数出現したが、86ほど愛された車にはなかなか出会えない。後輪駆動の日本車の金字塔と言えるだろう。